競技会などの大会への出場権をかけて行われる戦いである。競技会にエントリーした個人やチームを都道府県、州、国家、大陸などの地方ごとに分けて行い、その大会の成績優秀者が競技会への出場権を獲得する。大会によっては競技会そのものが別の競技会の予選を兼ねる場合や、複数の競技会にまたがって予選を行う場合もある。 予選会ではブロックごとに出場枠が決められることが多い。出場枠の配分は地域性を考慮して決められることが多いが、FIFA ワールドカップのようにブロックのレベルや直前の大会の実績で決められる場合もある。出場枠が複数ブロックでの合計になる場合もあり、この場合は出場枠が0.5などの小数で表される場合もある。 この場合の出場権争いは、地域性や実績で選考される場合もあれば、プレーオフを行う場合もある。予選をいくつかのラウンドに分けて行う場合もあり、その場合は、次予選と表現される。大会によっては、予選の最終ラウンドを、最終予選と表現する場合もあるほか、一次予選より、前の予備予選が存在する場合もある。現在の競輪の場合、 準々決勝はなく、それに該当するものが、二次予選と呼ばれる。オートレースの GII サザンカカップは、2014年大会では、準々決勝の前段階を、二次予選としていた。競技会によっては、予選参加にも条件が設けられたり、参加者多数の場合に、予選参加者が限られたりする場合がある。また、予選の開始前や途中で、 財政難などを理由に撤退するケースや、不祥事の制裁として予選の中途除外や次回大会への予選参加権を剥奪されるケースもある。ありがとうございます。